皆さんこんばんは MB ですこの MB のトレンドレポートはビジネスや生き方で社会に挑戦する人々をスタジオにお迎えしてトークしていますこんばんはババモモコです今週もあなたの毎日をアップデートするトークをお届けします MB さんはもともと会社員として働いてたんですよねそうです結構長いですよ10年ぐらい会社員でやってたんじゃないですかそうですよねその経験がありますもんね、はい、そうなんですよホワイト企業ブラック企業っていうなんか言葉が途中で生まれた記憶ありませんありますね最初そんな風に言わなかったですよ まあ正直な話昔はみんなブラックだった<ー>僕本当にあの新卒でみんな入ったまあ大学生の時の友達とか話聞く限り全員ブラックだなとからまあなんか最近はねちょっとこうだんだんそういうのが改善していって。 の監視の目がね増えていってしっかりそのブラックってのが良くないよとあんまり残業するの良くないよみたいなのが出てきてまあ本当にいい傾向だなとは思いますけどねなんかイメージで言ったら先にブラック企業の言葉を聞いた記憶がありません後にホワイト企業が同じ段階で出てくるんですけどブラックに対するカウンターでホワイト企業ってあるイメージありますよねっていうことはさホワイト企業の方が少ないってことだよね、はい 圧倒的にブラックの方が多いんだよね。願いますねどんどんそうなんですよ。ホワイトがそうですね。白に塗り替えていただきたい。今夜はですね、学生時代から事業を始めて新卒でホワイト企業に入ったにもかかわらず、うん、そこをあっさり飛び出してですね。 起業された経営者その方をスタジオにお招きしますどうぞお楽しみに今夜のゲストはこの方ですこんばんはジェンヌ株式会社の久泉と申しますお願いしますよろしくお願いします今夜のゲスト久泉洋さんはジェンヌ株式会社の代表でいらっしゃいます久泉さんは京都のご出身です立命館大学在学中から海外へ行きハイブランドの卸売事業を立ち上げ卒業後は銀行に入行し為替の知識を生かした個人の資産運用や法人融資の審査を担当しましたその後マーケティングロボティ x に入社し MA ツールの運用代行やインサイドセールスの立ち上げ支援などを手掛けましたそして2020年8月に独立セールステックを活用してビジネスプロセスアウトソーシングを軸に営業体制の構築支援に従事してらっしゃいます単語が難しいですね <laughs> ちょっと私読むのドキドキしましたよ <laughs> ちょっと待って MA ツールとか何、うん？ビジネスプロセスアウトソーシング BPO、うん、これは BPO は放送倫理委員会とかじゃなくてそれ何でしたっけ <laughs> BPO って ね、BPO はそれですすよよ違いますよビジネスプロセスアウトソーシング <laughs> 言葉いろいろ出てきてるんですけどものすごく分かりやすく説明いただくとジェンヌの事業ってのはどういうもう本当にもう。 何もかからななないいい素人だだと思ってて教えていただきたきんんんでですすけどど業まず MA ツールはどういうものかという話をすると集客から、えー、と売り上げを作る前に流れがあるかと思うんですけれども、うん、それの数字を可視化をしたりだとかより効率的にしていこうみたいな感じのものができるツールになりますとでインサイドセールスに関してはまあ言ったらお客さんに対するお電話の部分ですね BPO の部分についてはもろもろ作業であったりとかお客さんの対応であったりとかいろんな業務があるかと思うんですけれどもそれの代行っていう意味ですねアウトソーシングするっていう意味ですねーなるほど、はい だったりとか、はい、まあそういうマーケティングみたいなところを代行するというか。 そ、はい、そういうういとこなんでですすかねあそうですねなるほどで代行するのもやみくもに代行していっても仕方がないかと思うので、うん、例えば何の集客の施策を打ってそこからどれぐらいの売上を作っているのかとか費用対効果はどんなものなのかみたいな感じのシステムのまず設計だったりとか管理のシステムの設計をした上で、えでより集客に適するものだったりとか効果があるもののご支援をしていくっていうイメージになりますね。なんかそししたたらら営業代行ととかかかも含めてこれから成長したいなど、はい、どんどん 若い会社を育てていきたいなっていうところに頼られたりとか、そういうことも多いわけですかね。あ、そうですね。そうすると、今、どんな会社や企業と取引があるんですか。主に、えっ、ー、と、I. P. O. です。上場を生み出している会社さんと、上場企業の中でも、新規事業立ち上げられた部署のご支援が多いです。新規事業、まあ、そのベンチャー企業とか、みんなそうだと思うけど。やりたいこととやらなきゃいけないことがありすぎて、ちょっと手が回らないところが多いと思うし。うちもそうなんですけど、プロダクトとして、こう集中させたいのに、集客とか。 まあ、マーケティングもそううだけどうちの本業じゃない部分づくりの会社なんだけどここもやんなきゃここもやんなきゃっていうところでちょっと分散しちゃって結局集中できなくてあんまりこう業績が伸ばせなくてとかいいものが作れなくなっちゃってってよくあると思うんだけど本業は本業でやっといてくださいと他の部分はうちがやりますみたいな外注化っっていうところでですすかねあおっしゃる通りです、えー、と例えばこの授業をどういうふうに伸ばしていこうかに頭を使えばいいと思うんですけどじゃあその費用対効果の可視化であったりとかそんなんはご本人がしなくてもいい部分だったりする のでそこのご支援だったりとか、うん、実際にそのお電話をしていったりとかその辺のご支援をやっています、ね、なるほど。まあそういったその外注まあそういった可視化してとかマーケティングこっちがやりますみたいな会社って今結構増えてきてる気がするんですけれども、はい、その中でジェンヌの強みって何がありますか。本当に数字を可視化するっていうところにあの特化をしてご支援をやっています。もともと銀行員っていう背景があり例えばあの感情科目っていうあ決算書の項目があるかと思うんですけれども、うん、そこで例えば広告宣伝費を月に1000万使いますとで年間で1億2000万使いますとそうすると売れ 5億になって、えー、と利益で1000億,億ぐらい残ります広告宣伝費1万の内訳が何なんだとかその費用対効果がどういうものがあるのかとか給料30万払ってる子がどういうパフォーマンスをしているのか使ってるお金に対する可視化の部分用体効果の可視化の部分をまずしっかりと設計をしていってでそれをしようと思うと業務フローを見直す必要があったりするので業務フローの全体の分解をしてもう一回あのきれいに直した上で一番効果がある周期の施策を行っていこうの一つとして電話をしていったりとか広告の運用をしたりっていうするので集めていったりとか代行するのはまだ後の方っていう イメージななんですよ、ね、なるほどどれだけお金をつぎ込んでも結局結果がアバウトでよく分かんないみたいなことって今まですすごく多かったと思うんですよテレビ CM なんかすごい典型だと思うんだけどいあなんか CM 流してどれだけ効果があったかっていうのはむちゃくちゃアバウトで可視化できてなかったところだけど、まあ、そういう細かいところも全部可視化して無駄なところと伸ばすべきところっていうのが分かっ でな,なんであので売り上を作ったりするところ以外でも例えば上場を目指している企業さんがどんどん出資をあのしてくれっていう話あるかと思うんですけれども、うん、例えば5億円を調達してあのそのお金を使って事業を伸ばしますともうちょっとお金欲しいから10億円20億円欲しいってなった時にこの5億円どうやって使ったのかっていうところの可視化がないと次のラウンド進めないんですよ。ってなると一番難しいそのシリーズ A って言われるあの初めの5億の調達のところと,、えー、と最後の方のシリーズ D って言われる百億ぐらい調達 するところ、流れがあったりするんですけど、この間の部分がままならなくて、うまくできないっていう企業さんが多かったりするんですよね。うん、なるほどね。そしたら、百社あったら、百通りの支援の方法だったり、展開があるわけですよね。おしゃ通りえ、特に、どういう企業がジェンヌさんと組むと、より成長が。 望めるんですかやっぱり社長さんでよく数字面が弱い企業あの代表の方が多かったりするのでそういう企業さんは相性が特にいいかなというふうに思いますね久井泉さん自身は若いですよね、はい、今28ですねこれでしっかりとサポートしてくれたりとかすごくお話聞いてると気になりますよねめちゃくちゃ若いですねえ若いですよねなんか30代に入ってからされる方とかもいいかもしれないですけれどももともと銀行にお勤めだったんですかねあおっしゃる通りです、うん そこにいてももちろんそのまま社会人として会社員としての過ごし方もあったかもしれないんですけれども、はい、あえてて独立を選んだっもともと独立をする前提で銀行に入っていたので経営者の方々がよくあるとりあえず売上を作ったりとか社員の人数を増やしたりとかっていうのがあるかと思うんですけど要するにそれって決算書を作ってるっていう話なので決算書をどういうふうに作るのかとか上場をどうやってするのかっていうルール分かってないのに売上作りに行くっていうパターンが多かったりするんですよ。なるほどこのご支援を始めかららできる状態に、まあ、しようと思ったら、まあ銀 銀行で法人融資を担当していると500社分の計算書とか読んだりしていたのでそこは結構強みかなというふうに思います銀行ファイル前学生時代から事業をしてらっしゃったっていうふうに書かれてるんですけれども、うん、その頃から DX とかマーケティングとかそういうお仕事をされてたんですか、うん、いえその時は、まあ、要するに転売ヤーみたいなやつから始めて<ー>でハイブランドをあの日本に持ってきて卸したりだとか<ー>日本であの言ったらプレミアの値段がつくものをあの仕入れて売ったりだとかっていうものをやってましたね。 花屋京都で市場をやっていて4代目なんですけど、<ー>まあ安い安く買って高くで売るっていうまあ、言ったら概念は同じなので、それをまあ自分たちができるものでやってみよう。っていうので、ブランドものとかまあ、最近流行りのあるものみたいなところでやってました。今は4期目なんですか？今4期目です。 どうですか最近の事業の様子や手応えはいかがですか？まあ目標よりも少し下回っていますけどまあ順調に伸びています。まあでも四期目ですもんね。これで順調って言えるのもなかなかすごいですけれども、ジェンヌは将来的にどういう存在の企業にまあまだ四期目ですけれども将来どういうふうに企業にしていきたいと考えは終わりなんですか？はい上場を目指してやっていきたいなというふうには思っています。ただまあこの事業はすごく属人化をしている事業だったりするので時価総額の値段があの金額が月に にくいっていうのもあり、多分これはあのキャッシュエンジンとして進めながらも何か違う自家倉庫がつけやすそうなモデルだったりとか、<ー>その将来的に可能性がありそうなモデルでえっと新しく事業を作るかまあ別法人にするなりであの上場を目指すかなというふうには思っています。なるほど。先日上場されたあの海力揚げラーメン屋さんすか、ああはいはい海力あそこってあのもと,もとクリーニング屋をメインで収益として作っていて、うん、でそこの現金があったからえっとフランチャイズのラーメン屋で成功したりとかっていうパターンがあるみたいなんですね。なんでそういうキャッシュエンジンを作る 部部分と上場を目指すための,あの部分っていいいうのののはは分けるのはいいのかぱううて,いて、うん、そうですよね全く新しいサービスとかをやろうと思うと、まあ、今のテックって結構そうだけど、まあ、最初もう猛赤字が続くからキャッシュがどうしても必要で、はいはい、お金を稼ぐエンジンの部分と本当にやりたい部分みたいなところの2本立てでやるとうまくいってるところが結構多いですよね。 まあクリーニングはねずっとコロナ禍もあの続いてはいたと思うのでその時にラーメン屋の集客が全然できなくてもやっぱりすごく思ったらしいっていう話を聞てそんな被災済み予算引き受けるジェンヌの最新情報は何でチェックしたらよろしいですか？ツイッターを僕が発信をしているのでツイッターがまあ嬉しいかなというふうに思います。X 見たらびっくりしたんですけどチーカは登場してますね。<laughs> チーカは登場してます。<laughs> チーカは大好きなんですね。チーカはのなんかカップラーメン食べてたか何か食べ物あげてるとか可愛いやっぱギャップが生まれますよ。 もうキャラクターがちょっと迷子になってますけどね <laughs>。エムビーさんも好きですか？僕大好きですよ。もうチーカー <laughs> もうチーカーがもう更新されるともう超拡大して伏線どこにあるだろうっていう結構ガチ勢ですね僕。<laughs> <laughs> なかなかない共通点の言い方でしたね。い, <laughs> いやいや。年間10万ぐらいちーかわに使って <laughs> 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 そんんな課金してるんですかギャップ昔の,あのサンリオみたいにあのキティちゃんのご当地のやつがあったと思うんですけどあす、ね、あのご当地のちいかわのご当地いかわってやつがあるんですけど <laughs>、ね、<laughs> それを順番に全部今集めてるってやったこ <laughs> 素敵なお話とチーカワのお話でギャップが生まれますギャップがありますいい感じですね <laughs> ありがとうございますでは最後に久泉さんのえフェイバリットソングを一曲ご紹介いただこうと思うんですが最初の選曲が八割れの独り言でしたね、うん、これはもうチーカワが好きというところですかね、はい、そうですね課金してますからねそうですねチーカワ課金してますから間違いない,い,ない、はい、ではお別れの曲はどうしましょうグリーンバックブギーさんのあのドラマのスーツ うん、のあのオープニングの曲ですね。<あ>はい、好きなんですかスーツが。はい。あの昔からスーツに憧れて、いつかこんな暮らしをしてやろうとか、あの<ー>仕事のモチベーションを上げるときにいつも流したりするので、家ではずっとスーツ流してモチベーション上がり上げるようにはしてますね。今夜のゲストはジェンヌ株式会社の代表取締役久泉洋さんでした。 久住さん本当にありがとうございましたありがとうございました,ましたさて今回は番組宛てのメールをご紹介しましょうこれはババさん宛てのメッセージなので<い>私がお読みいたしましょう<い>、えー、ラジオネームこうちゃんさんからですありがとうございますババさんいつもお美しい<え>自分が独身だったらぜひお付き合いをさせていただきたいですコウちゃんリサーチ力も素晴らしい僕は M.B. さんのボイスからここにたどり着いたので<い>出会えて幸せです<ー>そんなババさんに質問です何をしている時に幸せを感じますか ああ同じ質問を実は M.B. さんにもしようと思ったらかなり悩みそうなのでババさんにしてみました。ねよろしくお願いします。校長さんありがとうございます。ということですよババさんっやっぱりね。私のお父さんとかも喜びますよ。美しいなんて言ってくれたらそんなこと言われながら生きてないので本当に。お父さん放送聞いてますか？お父さんねババさん本当おもてになるんですよ。<laughs> いやならないです。お父さん本当に聞いてるんで。あの以前あのねババさんお食事に行かせていただいた時にももうなんかあの店員さんが。 いやお姉さんおお綺麗でって店員さんがそんな褒めてくることを僕40年間生きてきて初めて会ったんでお父さん娘さんはねすごい綺麗でもう東京でブイブイ言わせてます <laughs> 言わせてないんですよ最後おかしくないですかさあそんなブイブイ言わせるババさんなんですけれども何をしてる時に幸せを感じるんですか友達や自分の好きな人たちと ご飯をを食べてるるお酒を飲んででが一番幸せです友達とお話ししてお酒飲んでご飯食べてる時何を幸せに感じるかって結構難しくて考えたんですよ、うん、ただやっぱり私東京に出てきた時にすぐ緊急事態宣言が出て、うん、コロナの状況だったんですよ、うん、本当に人に会えない時期が長くて、うん、やっぱりそれこそ移っちゃいけないし移らせてもいけない自分がどうして動いたりか分からなかったんで一、うん、人でいる時間がすごく長かったんですよ。一人に慣れててしまって で県外の仕事も多くてその一人でいる時間から県外から帰ってきてすぐ寝る県外から帰っってきてすぐ寝る、うん、これの繰り返しだったんですよねでもなんか最近グッドライフっていうハーバード大学の教授精神論の書いたロバート先生っていう方が、うん、幸せな人間関係を築くことが人生の幸福につながるということを言ってて、うん、まさしく今それを感じてるんですよね。 なんか仕事も楽しいこれが一番だったんですけど、うん、あやっぱり人とご飯食べたり地元の新潟帰って友達と喋ったらすっごい楽しかったんですよご飯食べながらなんか幸せってこんな身近にあるんだなっていうのを改めて環境を戻って感じるのでそれが今一番幸せなことです確かにね、はい、あの緊急事態宣言とかで会えなくなって、うん、やっぱりこう人と関わることの喜びとか幸せっていうのをねまあ噛み締めましたよね。いや やっぱり女性って結構話したりするのがやっぱり好きなのでそこで発散するのがだからなんかそれで答え合ってるかわからないんですけど。 そう感じておりますいいですかこういう回答を聞いてね、はい、やっぱりその見た目外見の美しさだけじゃなくてやっぱババさんは内面の美しさも備えていると <laughs>、ね、これはもうねうもうラジオネームこうちゃんさんもうベタボレですよいや絶対そんなこともですただこうちゃんさんから質問が来たことで考えて感謝することができました、うん、なんで本当にありがとうございますほらもう内面の美しさしかないじゃないですかちょっと長すぎましたもん申し訳ないですただ次は MB さん教えてくださいねそれかボイシー 音声配信サービスのボイシーでこうちゃんさんのこの質問 MB さんも答えてくださいねお父さんももこはいい具合に育ってますよ本当に心配しないでくださいね <laughs> お父さんに投げかけるのやめてください恥ずかしいですから本当にさあというわけで、はい、こうちゃんさんメールありがとうございましたということでお届けしてまいりました MB のトレンドレポート馬場さんはいかがでしたか久泉さんすごく お若いのに真面目にお話ししてくださって久井泉さんにいろんなものを代行してもらったり支援してもらったら心強いなって感じましたいろんなギャップがある方ですごい真面目にすごいこう淡々とお話をされる方なんだけど八割ちいかわが好きだったりとか、うん、多分ねこれね声だけ聞いてるとむちゃくちゃビジネスマンなあの外見を想像されてると思うんですけどアパレルの人っぽい外見だったよね、うん、そうですねおしゃれな雰囲気もありましたしゃれなだからなんかいろいろギャップがある人だ なんと面白かったです、ね、でもキャップがある人は心つかまれますねそうですね、はい、間違いないさあというわけで次回のゲストもお楽しみにさて番組ではリスナーの皆さんから僕 MB や馬場さんへの質問やご意見など募集しております MB や馬場桃子にこんなことを伝えたい聞いてほしい質問したいなどどしどしお寄せいただければと思っております f m 新潟のホームページから MB のトレンドレポートの番組公式ホームページにアクセスしてください皆様からのご質問ご意見待ってるぜてということで今夜のラストソングは私が「 選んだ曲をお届けしますおお何ですか GEG&KERANI でグッドライフですさっきねグッドライフの話したんです。おお、そういうことですねしししあのワイルドスピードのアイスブレイクの曲の中で登場するんですよ<あ>エンディングですアイスピですね好きなんですよ<ー>とってもいい曲ですこれを聴きながらドライブするのが大好きだったので皆さんにも聞いていただきたいとこうちゃんさんにも聞いていただきたいとお届けしますありがとうございます、はい ババさんもねワイスピバリにこうバーンみたいなもう吹っ飛ばしてねなんですか首都高もう200キロぐらいでもダメダメダメ <laughs> 首都高200キロダメです絶対にダメですはい。冗談ですからね <laughs> それではまた来週この時間にお会いいたしましょうお相手はババモモこと MB でした